ジョン万次郎は西洋式近代捕鯨に携わった初の日本人と言われている。ジョン万次郎は日本人で初めてアメリカの学校に留学した。ジョン万次郎は日本人で初めてゴールドラッシュに沸くカリフォルニアで金の採掘に従事した。ジョン万次郎は1863年に小笠原島で起きた強盗予備事件で外国人乗組員を逮捕し、これが日本人が外国人を逮捕した初の事例ではないかと言われている。